どうも皆さんこんにちは。作業療法士の荻野です。今日はですね、姿勢を良くするために必要なお腹周り、つまり体幹をしっかり鍛えるトレーニングを行っていきたいと思います。特にですね、姿勢が崩れてしまうと腰が痛くなったりとか転倒しやすくなったり、大きい怪我にもつながりやすくなってしまいますので、しっかり体を支えるために必要なこの体幹と呼ばれるお腹周りは強くしていきましょう。このように姿勢が崩れてしまう原因としては、体幹の筋肉が衰えるだけではなく、体がやっぱり硬くなってしまうという原因もあります。なのでこう伸びづらくなってしまう状態ですね。この硬さを取るために、まずしっかりと柔軟体操をしていきます。そして皆さんの体が柔らかくほぐれてから筋トレをしていきます。そうすることでしなやかで強い筋肉が作ることができますので、この流れで今日は行っていきたいと思います。この運動を通して姿勢が綺麗で強い体を作るように一緒に頑張っていきましょう。それではストレッチを行っていきます。ストレッチは20秒間伸ばし続けるのが効果が出ると言われております。まずストレッチを行う上でストップウォッチで20秒間測りますので、20秒間しっかり伸ばし続けていただきたいと思います。ストレッチは10秒ぐらいだと効果が出ないというふうに言われていますので、しっかり長い時間20秒間伸ばし続けるというのを今日は行っていきます。まず首のストレッチから行っていきますね。片方の手を反対の耳に当てていただいて、ぐーっと横に引っ張ってください。そうすると首の横の筋肉が伸びてきますので、これを20秒間行っていきます。ではいきますよ、用意スタート。はい、では横に倒して首の横の筋肉をしっかり伸ばしてあげましょう。この時にあんまり伸びてる感じがない場合は、腕を下にぐーっと引っ張っていただいて、手も横に引っ張っていただいてと、腕と手をしっかり引いてみてください。はい、では戻しましょう。では今度は反対ですね。片方の耳に手を当てて横に引っ張って20秒間いきます。用意スタート。はい、ではこの状態でしっかりとゆっくり伸ばしていきましょう。実際に痛いなぁと、ちょっと伸びてるなぁと感じるぐらいがちょうどいいとされていますので、少し強めに引っ張ってあげてください。そうすることで横の筋肉が伸びてきます。はい、では戻しましょう。はい、では今度は首の後ろの筋肉をストレッチしていきます。頭の後ろに手を回していただいて、腕でぐーっと頭を下に押していただいて、おへそを見るように下を向いてください。そうすると首の後ろの筋肉が伸びてきますので、20秒間いきますよ。用意スタート。では腕でぐーっと押しておへそを見ていきましょう。首の後ろの筋肉がしっかりと引っ張られている感じがあれば OK です。この時にお腹が曲がらないように気をつけましょう。首だけ曲げてください。はい、では戻します。はい、では今度は顎の下に手を当てていただいて、天井を見るように上に突き上げてください。そうすると首の前の筋肉のストレッチになります。ではこちらも20秒間いきますよ。用意スタート。はい、ではこの首の前の筋肉をしっかりと伸ばしてあげましょう。そんなに強く押す必要はないですけど、ゆっくりゆっくり押し上げてください。首の前のここの筋肉ですね、ここをしっかりと突っ張らせていきましょう。はい、では戻しましょう。では今度は肩甲骨周りのストレッチを行っていきます。両方の腕をぐーっと後ろに寄せて、肩甲骨を背骨に寄せるようなイメージですね。分かりづらい方は両方の肘が背中でぶつかり合うようなイメージでぐーっと引いてください。これを20秒間いきます。ではいきますよ、用意スタート。はい、ぐーっと引いた状態でしっかりと肩甲骨を寄せてください。この時に肩甲骨と背骨がぐーっと近づいて、肘が背中の後ろでタッチするようなイメージです。実際にはくっつきませんけど、しっかり引いてください。
はい、戻しましょう。では今度は肩を前に突き出すストレッチですね。見やすいように横向きでやります。手を前に突き出して背中は後ろにエビのポーズをするようにぐーっと背中を丸めながら手を突き出してください。そうすると肩甲骨を前に突き出すストレッチになります。ではやっていきましょう。用意スタート。はい、ではぐーっと伸ばしていきます。手をどんどん遠くへ、背中は後ろへ伸ばしてあげてください。この時にお辞儀をするように体ごと曲げてしまうと効果がなくなっちゃうので、お腹はそのままでやってみましょう。しっかりとどんどん突き出していきます。はい、では戻します。はい、では今度は腕のストレッチを行っていきます。片方の手を内側に横切らせて、肘で挟みながらさらに外に引っ張ってあげてください。このポーズが分かりづらい方は、手首を持っていただいて、どんどん内側に引っ張ってあげてください。これを20秒間行っていきましょう。では行きますよ。用意スタート。ではぐーっとどんどん内側ですね、引っ張ってあげましょう。そうするとこの肩もですね、ちょうどここの筋肉が引っ張られてくるはずです。この時に上半身全体がこうひねってしまわないように気をつけてください。腕だけ持っていってあげましょ う, そうす。はい、では戻しましょう。では今度反対ですね。片方の腕を内側に寄せていただいて引っ張りますよ。用意スタート。ではぐーっと引っ張ってみてください。この時にこちらも同じくここの肩の筋肉が伸びている感じが出るまで引っ張ってみましょう。ゆっくりゆっくり引っ張っていきましょうね。はい、では戻します。はい、では今度はこの大胸筋の筋肉を伸ばしていきましょう。まずしっかり深く座っていただいて、背もたれに寄りかかっちゃいます。この状態でぐーっと腕を後ろに引いてください。この次万歳しなくて OK です。このまま後ろに引いていただければ、この大胸筋がぐーっと伸びてくれますので、ダラーンとした状態で後ろに引いてみましょう。椅子ごと後ろに倒れないように気をつけてください。ではぐーっと開いた状態で20秒数えていきます。ではいきます。用意スタート。そう、しっかりと胸を開いて、ぐーっと後ろに引いてください。この大胸筋が硬くなると、肩が前にこう入り込んで、猫背の姿勢を作ってしまいますので、しっかりと伸ばして、元の正しい姿勢に戻してあげましょう。はい、戻します。では、今度は脇の下の筋肉をしっかりと伸ばしていきましょう。まず片方の手を持っていただいて、そのまま真横にぐーっと引っ張って体を横に伸ばすことでここが伸びてきます。これを20秒間行っていきましょう。ではいきますよ。ぐーっと横に引っ張って、用意スタート。はい、ではこの状態で脇の下ここが伸びてる感じがあれば OK です。この時に勢いをつけてこう動かさないように、ゆっくりじわじわじわーと横に引っ張ってあげてください。はい、戻しましょう。では今度反対側ですね。いきますよ。しっかりとぐーっと真横に引っ張っていきます。用意スタート。さあ、この状態でぐーっと引っ張っていきます。どうでしょう、脇の下が伸びている感じがありますでしょうか。この脇の下は血管がいっぱい通ってますので、ここがしっかり伸びてくれると血の巡りも良くなってくれます。しっかりゆっくり伸ばしましょう。はい、ありがとうございます。戻しましょう。では今度は手首のストレッチをしていきます。片方の手の指を自分の方に引っ張ってください。この時に肘が曲がってはいけません。腕が伸びたまま指先を自分の方に引っ張ってください。ではこちら20秒間いきます。用意スタート。ではぐーっと自分の方に引っ張りましょう。ちょうどこのあたりですね。手のひらから手首にかけて伸びてれば OK。しっか
かり伸ばしてあげましょう。指はたくさん使って知らぬ間に疲れてますので、しっかりと伸ばしてあげましょう。はい、では戻しましょう。では今度反対の指でやっていきます。では行きます。用意スタート。はい、では自分の方に引いてください。そうすることで、ここですね、手のひらから手首にかけて伸びてきてくれます。さあ、これでじわじわっとゆっくりゆっくり伸ばしていきましょう。はい、では戻しましょう。では今度は指のストレッチをしていきます。手を組んでいただいて、ひっくり返して前に伸ばしましょう。そうすると指の筋肉ぐーっとさっきよりも伸びてくれます。こちらも20秒間行っていきます。ではいきますよ。用意スタート。はい、これで指の筋肉ぐーっと伸ばしていきましょう。この時に指が痛いなと思う場合は、そんなに強く引っ張らなくていいので、ゆっくりじわじわと伸ばしてあげてください。はい、では戻しましょう。はい、ではですね、今度は背骨ですね、背中のストレッチをしていきます。両手を右側にひねっていただいて、ぐるっと後ろを振り向くように動かしていきます。この状態で20秒間ひねりを続けましょう。では行きます。用意スタート。では後ろを振り向くようにぐーっとひねっててください。そうすることで背中側の筋肉ねじれて引っ張られてる感じがあると思います。下半身が一緒にこうついてこないように気をつけてくださいね。下半身はまっすぐのままですよ。さあ、これでしっかり伸ばしましょう。はい、では戻します。では今度反対側ですね、いきますよ。ぐーっと後ろを振り向くようにひねっていただいて、用意スタート。そうです、ずーっと振り向いていきましょう。さあ、この時にですね、体だけじゃなくて顔も一緒に後ろを向くといいと思います。そして足はそのまままっすぐですよ。さあ、しっかり背中をねじっていきましょう。はい、では戻します。はい、では今度は足のストレッチをしていきます。まず足を大きく開いてください。この時ちょっと浅く座るといいかもしれません。そして両手でどんどんお膝を外に押してあげて、少し身を乗り出していきます。この時横から見ていただくと、こういうふうにちょっとお辞儀をするようにですね、胸を突き出しながら体を前に持ってきてください。そうするとこの内ももの筋肉が突っ張って引っ張られてきますので、この内ももの筋肉を伸ばしていきます。ではこちらも20秒間いきますよ。用意スタート。ではぐーっと伸ばしていきましょう。この内ももの筋肉の下にですね、大きい大腿動脈という血管が通っています。その血管が足先まで伸びていますので、ここが詰まってしまうと冷え性にもなってしまいますので、しっかりここの筋肉伸ばして通りを良くしましょう。はい、 OK です。ではさらにですね、この状態でひねりも加えていきます。このポーズをとっていただいたら、右の肩を正面に、そして左の肩を正面に、これを交互にですね、20秒間ゆっくり行っていきます。そうすることで腰の方もしっかり伸びてくれます。では20秒間行っていきます。用意スタート。はい、では右の肩、左の肩と交互に動かしていきましょう。体の正面に肩が来るようにいきます。この時顔が外を向いてしまったり、まあ、こういうふうに正面向いたままでもどちらでも大丈夫です。はい、戻しましょう。はい、では今度は股関節ですね。片方の足をぐーっとお腹に引き寄せて、ももとお腹をくっつけるように股関節を柔らかくしていきましょう。ではいきます。用意スタート。ではぐーっとここにくっつけるようにストレッチをしていきます。この股関節の正面ですね、こちらがしっかり詰まるような感じですね。
ぐーっと引っ張られる感じがあれば OK です。さあこの状態でゆっくりと引きつけていきましょう。はい、では戻しましょう。今度は反対側ですね。では反対の足を持ち上げて20秒間用意スタート。はい、ではしっかりとぐーっと持ち上げてください。さあこの状態でしっかり股関節柔らかくしてあげましょう。股関節が硬くなってしまうと足が上がらなくてつまずく危険性も高くなっちゃうので、股関節はしっかり柔らかくしていきましょう。はい、では戻します。では今度は同じく足を持ち上げていただいたら、この膝小僧を内側に引っ張ってください。内側に引っ張ることでちょっとこうお尻側の方が突っ張る感じが出てくると思います。これがお尻側のストレッチになります。なので足をなるべくぐーっと横に倒すようにいきましょう。ではこちらも20秒いきます。用意スタート。はい、ではこの状態からぐっ内側に引っ張ってください。そうするとこの外側からお尻の筋肉が伸びて柔らかくなってきます。しっかりゆっくり内側に傾けてください。はい、戻しましょう。はい、ではこの反対足ですね、しっかり持ち上げて内側に傾けていきます。ではいきますよ、用意スタート。さあしっかりぐーっと傾けていきましょう。こちらでお尻側の方のストレッチになります。少し強めに引っ張ってあげると突っ張る感じが出てくると思います。ちょっと足自体が重たいので大変かもしれませんが、はい、では戻しましょう。はい、では今度は足を組むようなポーズをとっていただいて、股関節が硬い方は膝が浮いてしまうかもしれませんが、なるべくですねぐーっと横向きにしていただいて、この状態で両方の肘を足の上に乗っけてください。そうするとこの股関節の筋肉、お尻の筋肉が柔らかくなってきます。この状態で20秒間いきます。用意スタート。さあ、この状態でしっかり筋肉を伸ばしてあげましょう。特にですね、座りっぱなしになるとお尻の筋肉が硬くなってしまいますので、このお尻を柔らかくするストレッチはしっかり念入りにやっていきましょう。このポーズが難しい方もできたら膝を下げてやってみましょうか。はい、では戻します。では今度反対ですね、同じく足を乗っけていただいて体を前に倒していきます。ではいきます、用意スタート。さあぐーっと倒していきます。やはりこのポーズが難しい方はまずしっかり膝を下に押してあげてください。手で押すだけでも OK です。そしてできる方はこういうふうに肘をついて体全体を前にかがんでいきましょう。さあゆっくり伸ばしていきましょうね。はい、では戻します。はい、では今度はですね、お尻を少し右側にずらしていただいて足を横に広げましょう。肘掛けがある椅子の方はですね、足を真正面でいいです。つま先を上げて前に出してください。ではですね、この状態で足首を触るように体を前から見にしていきましょう。そうするとももの裏の方が伸びていきます。これでももの裏のストレッチを行っていきましょう。ではいきます、せーの、はい、でこのストレッチは遠くを触るのが目的ではなく、ももの裏が突っ張ってくるなというところが大事になります。なのでこの辺りで突っ張っちゃう人はここで OK、 まだ行ける人はどんどん遠くへ行っていただいてと、自分の硬さに合わせてやってみてください。はい、では戻しましょう。今度反対ですね、お尻を少し横に出していただいて足を広げます。同じく肘掛けがある方は足を真正面でぐーっとやってみてください。はい、ではですね、反対側いきますよ、用意スタート。ぐーっと体を前に傾けて、ももの裏をしっかり伸ばしてあげましょう。この時に膝が曲がってしまうようでしたら、ストレッチの効果が全然ないので、膝が曲がらないところまでで OK。しっかり足は伸ばした状態でぐーっと体を絡めていきましょう。は
はい、では戻します。はい、では今度は股関節のさらに正面の筋肉を伸ばしていきます。ちょっと見やすいように横向きになりますね。こちらも同じく肘掛けがない椅子に限っての話になってしまいますが、お尻を完全に半分出していただいて、そして片方の足を後ろに引いてください。そして膝を伸ばしていただくと、ここのですね、股関節の正面の部分が伸びてきます。この状態でぐーっとどんどん体を前に持っていっていただくと、股関節の前のところであったり、ももの筋肉が伸びてくれます。このポーズで20秒間いきますね。用意スタート。はい、この時にポイントとしては、足をどんどん遠くへ後ろに伸ばしてあげるというのがポイントになります。しっかりこの股関節の付け根の筋肉が伸びるように行っていきましょう。伸びが甘い方はちょっと体を前に持っていってあげると伸びてきます。はい、では戻します。では今度は反対ですね。はい、ではお尻を半分出していただいて、足を後ろに引きましょう。はい、ではこのポーズで20秒間いきます。用意スタート。はい、体は少し前に、足は後ろに伸ばしてください。こちらも同じく股関節のこの付け根あたりからももにかけて伸びてれば OK です。しっかりと伸ばしてあげましょう。はい、では戻します。はい、では今度は足首を柔らかくしていきましょう。もう一度足を組んでいただいて、足をぐーっと自分の方に引っ張っていきましょう。でこの時に足をぐーっと自分の方に引っ張る時に、この足の指をですね、引っ張ってあげてください。足の指がグーになるようなイメージで引っ張っていきます。ではこの状態で20秒間、用意スタート。はい、伸ばしていきます。片方の手はですね、足首持っていただくと動かなくなりますので、やりやすいと思います。このポーズがですね、難しい方ですね、足が組めない方は、ちょっと深く座って足首、ブラブラブラーっと、バタバタ揺らしてあげるといいと思います。はい、では今度反対ですね。同じく足を組んでいただいて、自分の方にぐーっと足の指を引っ張ってあげてください。このポーズが難しい方は、足首をバタバタバタっと、小刻みに揺らしてみてください。では、いきますよ。用意スタート。はい、ではしっかりぐーっと足の指から自分の方に引っ張ってあげましょう。特に立っている時というのはずっと足に体重がかかって疲れやすい場所になりますので、しっかりここの筋肉を柔らかくしてあげましょう。はい、では戻します。では今度は反対ですね。同じくぐーっと足の指を反らしてあげましょうかね。では、反らす運動を20秒間行っていきます。では、いきます。用意、スタート。はい、じゃあ、ぐーっと反らしていきます。さあ、この時に、しっかりと足の指が反って、こういう形ですね。反るように、ぐーっと押してあげてください。そうすると、足の裏の筋肉がしっかり伸びてくれます。はい、ありがとうございます。ということで反対ですね。足を組んでいただいて、ぐーっと反らしていきましょう。では、こう反らしていただいたときに、この足の裏の筋肉、つりそうになってしまう方は、無理せずストップしてください。では、いきます。用意、スタート。で、ぐーっと反らしていきましょう。はい、では、しっかりと反らしていって、もしですね、足の指の筋肉、反った時に釣りそうになったらすぐ中断してくださいね。ここは結構釣りやすい筋肉になります。はい、では戻しましょう。それでは姿勢を良くする体操を行っていきましょう。運動方法は20秒間測りますので、20秒間体を動かし続けていただきます。もし疲れてしまう場合は、無理して20秒こなす必要はありません。自分の体力に合わせて休憩を挟んだり、途中で中止したりと、自分の判断で決めていただければと思います。
では早速ですね、行っていきましょう。まず最初はですね、体がこのようにですね、丸まってしまうと姿勢がとっても悪くなってしまいます。この要因としては腰が寝てしまっている、この背骨が寝てしまっている、そして頭ですね、頭が前にこう下がってしまっている、この3つが重なるとこういう姿勢になってしまいます。なのでまずこの姿勢を正すトレーニングからしていきましょう。ではいきますよ。まず1つ目はこの腰骨の運動になります。腰を寝かせた状態からシャキッと起こす、寝かせた状態から起こす、これを20秒間動かし続けていただきます。ではいきます。よーい、スタート。寝かせて起こす、寝かせて起こす。この時に頭を天井に向かって伸び上がるようなイメージで動かしてみてください。腰の動きが分かりづらい方はおへそを中にしまい込む、そして出すというイメージでもいいかもしれません。はい、では一度ストップしましょう。はい、ではですね、今度はこの胸の高さで丸まってしまっているのを予防する運動です。まずですね、丸まっている状態をぐーっと胸を開くように起こしてあげる必要があります。なので丸めて起こす、丸めて起こす、この運動を20秒間行っていきましょう。ではいきます。よーい、スタート。丸めて胸張って、丸めて胸張って、この胸の高さの背骨を伸ばしていきます。しっかり胸張って丸めて、胸張って丸めて、しっかり伸ばしていきましょう。はい、では一度ストップしましょう。はい、ではですね、今度は首ですね。首が前に倒れてしまうとどん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 頭の乗せで猫背が進んでしまいます。なのでしっかり顔を上げるところですね、下から上、下から上と首を動かしていきましょう。ではいきます。よーい、スタート。下から上、下から上と首の筋肉もしっかり鍛えてあげましょう。上を向いて下を向いて、上を向いて下を向いて、大きく動かしてあげましょう。はい、では一度ストップします。はい、ではですね、今の3つ、腰、そして胸の高さ、首、この3つがしっかり筋肉がついてくると姿勢は伸びてきます。この運動ですね、もう1セット行っていきましょう。では皆さん、今度は腰を丸めて起こしていきますよ。よーい、スタート。はい、腰を丸めて起こして、丸めて起こして。腰を動かす運動というのは普段なかなかやらないのでやりづらいかもしれませんが、しっかりと腰を寝かせるところから起こす、ここがとても大事になります。しっかりと起こしてあげましょう。はい、じゃあ一度ストップします。では今度は胸の高さで丸めた状態から起こす、丸めた状態から胸を張る、いきますよ。よーい、スタート。丸めて伸ばす、丸めて伸ばす。しっかりと姿勢を良くするためには胸を張る必要があります。注意してほしいのは胸は張るんですけど、こう反らないように気をつけてください。胸を張るとこまででいいです。腰を反ってしまうと痛めてしまいます。はい、 OK です。では最後は頭ですね、もう一度下向けて上向けてを動かしていきましょう。ではいきます。よーい、スタート。下向けて上向けて、反復して動かしていきましょう。頭の重さというのは5キロから6キロあると言われています。その重たい頭を起こす力がなくなると頭は下がってきてしまいますので、しっかりと反復して首を鍛えてあげましょう。はい、では一度戻します。はい、まずこのように姿勢をしっかりと正すトレーニングをして、その後どんどんお腹周り動かしていきます。では今度はですね、右の肘と左の膝をくっつけるようにひねりながらかがめる運動を行っていきます。
ではこちらも20秒間動かしていきましょう。用意スタート。しっかりと肘と膝をくっつけていただきます。この時にですね、しっかり体を起こしてからかがめてください。起こしてからかがめる。ずーっとですね、こうかがめながらこうやらないように気をつけてくださいね。しっかり起こしてからかがめる。起こしてからかがめる。そうすることでお腹に力が入ってきます。はい、OK。では、今度は足もですね、一緒に動かしていきたいと思います。肘と反対の膝を持ち上げてぶつけ合っていただきます。これを20秒間動かしていきましょう。では、いきます。用意、スタート。はい、肘と膝をくっつけるように動かしていきましょう。そうすると、お腹に力が入ってくれます。なかなか足が上がらないとか、体が前に持ってこれないとか、あるかもしれませんが、くっつけようとするだけで大丈夫です。はい、OK。はい、では今のお腹の運動をもう1セット行っていきますので、しっかりと肘をまずは近づけるようにいきます。用意スタート。はい、ではしっかり肘を膝にくっつけるように動かしていきましょう。そうすることでお腹がどんどん動いてくれます。体を起こしてかがめて起こして、これを反復して動かしていきます。はい、OK。はい、ではですね、今度は肘と膝をくっつけるように動かしていきましょう。では、いきます。用意、スタート。はい、では、しっかりと肘と膝を近づけるように動かしていきましょう。近づけようとすると、お腹に力が入ってくれますので、届かなくても大丈夫です。お腹にしっかり力が入っていれば OK です。しっかりと大きく動かしてあげましょう。はい、OK です。はい、ではですね、今度はこのくびれの筋肉、ここをもう少し鍛えていきたいと思います。手を横に広げていただいたら、床を触るように体を傾けていきましょう。この時に体が倒れないように起こしてくれるのがくびれの筋肉です。なので、あーっと倒れてしまって、起こす力がないとそのまま手をついて骨折してしまいます。転倒予防にとっても大事なくびれの筋肉なので、しっかり鍛えていきましょう。では、こちらも20秒間動かしていきます。では、いきます。用意、スタート。しっかりと床に手を伸ばして、体を横に傾けましょう。この時、床を触る必要はありません。傾けるだけで OK。そして反対の手は天井に向かって伸びていれば OK です。そうすると、この横のお腹がしっかり働いてくれます。はい、OK です。はい、では、くびれの運動もう一つですね。体を後ろにひねる運動もくびれの運動を使います。今度は後ろを振り向くように動かしていきましょう。こちらも20秒間いきます。では、やってみましょう。用意、スタート。はい、では後ろをひねって戻す。後ろにひねって戻す。これを反復して動かしていきましょう。もしひねって腰が痛くなる場合は無理してひねる必要はありません。顔も一緒に後ろを向けて、こう腕だけにならないように気をつけてください。しっかりと体をひねります。はい、ではストップしましょう。はい、ではですね、今度はもう少しお腹をですね、力を入れる運動をしていきます。まず足をですね、揃えて、はい。そして手も合わせちゃいましょう。この状態で床に向かって手を伸ばして、回して反対側に手を伸ばしてと。大きく動かすことでお腹にしっかり力が入ってくれます。この時に足がこう開かないように気をつけてください。これも20秒間やってみましょう。では行きます。用意。スタート。床に手を伸ばして、回して、反対側。回して、反対側。しっかり動かすことで、お腹にギュッと力む感じが出てくると思います。大きく動かしてあげましょう。椅子から落ちないように気をつけてください。はい、ではストップしましょう。は
はい、ではですね、今の運動ですね、横に傾ける運動、ひねる運動、そして大きくこう回す運動、これをもう1セット行ってしっかり鍛えていきましょう。筋肉はしっかり負荷をかけないと強くなってこないので、やはりですね、20秒だけやっても少ないと思いますから、2セット、ね、やってしっかり強い筋肉をつけていきましょう。ではもう一度ですね、横に傾ける運動いきますよ。ではいきます。用意スタート。はい、では横に傾けて、手を床に近づける。そして片方は天井に向かって、床を触る必要はありません。しっかりこのくびれの筋肉を鍛えていきましょう。くびれの筋肉が転倒予防につながってくれます。はい、 OK です。では今度は後ろを振り向くように動かしていきます。ではいきますよ。用意スタート。後ろを向いて戻して、後ろを向いて戻してと、しっかりとひねっていきましょう。先ほどと同じように腰が痛くなっちゃう方は無理してひねる必要はありません。ひねれるとこまで動かしてみてください。さあ、もう少し。はい、 OK、 ストップしましょう。では足を閉じて、手を合わせて大きくですね、ぐるっと回す運動ですね、やっていきます。ではいきますよ。用意スタート。床に手を伸ばして、回して、反対側、回して、反対側、大きく動かしてあげましょう。この時足がこう開いてしまうように気をつけてくださいね。開かないように閉じながらやるというのもお腹に効いてきます。はい、では一度ストップしましょう。はい、ではですね、水分補給であったり呼吸を整えたりと、一度休憩しましょう。では今度はバランスをキープするためのトレーニングをしていきます。まず体を水平に横に動かしていただきます。このように手が下がってしまわないように、真横に水平に動かしてください。これを左右に20秒間行っていきます。では手を広げていただいて、用意スタート。では右に左にと左右に動かしていきましょう。この時まずは体が傾かないようにしましょう。体がしっかり起きている状態で左右に動かしていきます。そうすることで姿勢をキープする筋肉が鍛えられます。はい、ではですね、今度は少しですね、大きく動かしていきます。まずお尻がですね、浮き上がるぐらいまでぐーっと動かしてみてください。片方のお尻が浮き上がるまで傾けてみましょう。では行きます。用意スタート。はい、お尻を浮かせましょう。さっきと同じようにお尻を浮かせます。この時に足を持ち上げて浮かせるわけではなく、体を左右に動かすと勝手にお尻が浮いてしまうようなイメージで動かしてみてください。そうすることで、あーっと倒れないようにするお腹の筋肉が鍛えられます。はい、ではですね、今度は頭の後ろに手を回してください。この状態で同じくお尻を浮かせるように動かしていきましょう。では行きます。用意スタート。はい、では同じくお尻を浮かせるように動かしていきましょう。この時も手がこう下がってしまわないようにしっかり水平に動かしていきましょう。そうすることで体が崩れないためのお腹の筋肉がしっかり働いてきます。はい、 OK です。では少し難易度を上げたいと思います。足を閉じちゃいましょう。ずっとつけたまま、さっきと同じようにお尻を浮かせる運動ですね、行っていきます。足開いているときは足の踏ん張りが効くので、これがやりやすかったんですけど、閉じちゃうと踏ん張れなくなるので、お腹に力がちゃんと入ってくれます。なので転倒しないように気をつけながらやっていきましょう。では横に手を広げていただいて、足を閉じていきますよ。用意スタート。はい、では左右にお尻が浮くぐらいまで動かしていきましょう。
足で踏ん張ることができないので、ちょっとこう落ちないようにぐっと力が入ると思います。これはこうスピードとかは必要ありません。ゆっくりやっていただいて大丈夫です。はい、では下ろしましょう。では今度はですね、体をねじりながらですね、ここの力を鍛えていきます。まず手を組んでいただいて、足は肩幅ぐらいに開いてください。そうしましたら、左のお膝から出発して、右の上の方に腕を持ち上げましょう。そうすることで、体をねじりながら、張りのある強い姿勢を支える筋肉が鍛えられます。なので、ひねりながら筋肉の張りをどんどん出していきます。筋肉の張りがないとすぐくしゃっと潰れて、そしてバランスの悪い姿勢の保てない体になってしまいますので、張りをどんどん出していきましょう。では、手を組んでいただいて、左足からスタートします。右斜め上に腕を持ち上げていきます。では、いきますよ。用意、スタート。はい、では、右斜め上に持ち上げて、戻す。持ち上げて、戻す。しっかりと上に持ち上げて、戻します。ぐーっと高く持ち上げていただくと、力みが入ってくると思います。そうすると張りが出てきます。はい、 OK です。では今度反対側ですね。では右足から左斜め上に行きましょう。では行きます。用意、スタート。はい、では上に向かって戻す。上に向かって戻す。さあ、この運動をすることでしっかりとお腹の張りを強くしていきましょう。バランスを取るために必要な体幹をね、しっかりと集中的に鍛えていきましょう。はい、OK です。ではこの運動、今度は持ち上げたらキープしましょう。この時にこう腕だけいかないように、しっかりと体全体がひねりながら動くように意識してやってみてください。ではもう一度、左足から右斜め上に向かっていきます。では行きます。用意、スタート。ではぐーっとひねって、そしてここでキープしましょう。20秒間キープしていきます。そうすることで体がずーっと張りのある力が入ります。だんだん手が下がらないように、しっかりと上に向かって手を伸ばしてください。はい、戻しましょう。では今度反対ですね。右足から左斜め上に行きましょう。先ほどと同じように手だけでこうひねらないように、しっかりおへそも向きを変えるようにやってみてください。では行きます。用意、スタート。ではぐーっとひねっていただいて、手もしっかり伸ばしましょう。はい、このポーズのままキープしていきます。しっかりお腹に張りを出していきましょう。体を支えるために必要なこの張りが大事になってきます。はい、では戻します。ではお腹の運動で、今度は下っ腹ですね。下っ腹を鍛えるお腹の運動をしていきます。まず片方の足を上に持ち上げていただきます。そしてエレベーターのように空中で上下入れ替えていただきます。このようにですね、空中で入れ替えることでお腹にですね、ずっと力みが入ります。ここで間違ってはいけないのは、足を下ろしてから反対側の足を持ち上げると、これただの足踏みになってしまいますので、今回のポイントは空中で足を入れ替えるというのがポイントになります。常に足を上げ続けてないといけないので、結構お腹に力が入ります。なのでこの運動やって、下っ腹の筋肉を強くしてみましょう。はい、ではですね、片方の足持ち上げていただいていきますよ。用意、スタート。空中で入れ替える、空中で入れ替える。そうです、このようにちょうど足がこの真ん中で入れ替わるように動かしてみてください。そうするとこの下っ腹辺、股関節にも力が入って、腹筋にも力が入っています。これを20秒間ね、やっていきましょう。はい、OK です。この時にですね、体が
後ろに下がってこうやってしまうとあまり効果がないので、今度はですね、しっかり姿勢を意識してもう1セット頑張ってみましょう。はい、ではいきますよ。片方の足上げていただいて姿勢を意識して用意スタート。はい、ではですね、しっかりと空中で入れ替えるように足を動かしてみましょう。慣れてきたら少し速度も上げていただいて、しっかりと足を高く持ち上げていきましょう。はい、戻します。では皆さん、最後にですね、この体幹をしっかりとまんべんなく働かせる運動として、ボートのオールこぎ体操というのをやっていきます。これはその名の通り、ボートをこぐように左右にですね、大きくですね、オールをこぐように動かしていきます。そうすることで体幹がまんべんなく使われます。この時やってはいけないのは、手だけこう動かしてしまう方ですね。これも腕の運動にしかならないので、しっかりと体をねじりながら後ろを振り向くようなイメージで大きくですね、お腹からこう動かしていただく。この運動をすることでお腹がしっかり鍛えられます。最後のこの運動は頑張って30秒を2セットやってみたいと思います。なのでこれが最後の種目になりますので、皆さん頑張りましょう。はい、ではですね、皆さんオールを持つようなイメージで構えていただいて、このように後ろに体ごと動かしていきますよ。では30秒間いきます。用意スタート。はい、では後ろにオールをこいで水をかき分けるようにですね、しっかり動かしていきましょう。先ほど申し上げたように、こういうふうに腕だけにならないように、体ごとしっかりと動かしてあげてください。大きく体を動かすことで、このお腹周り、腹筋がしっかり働いてくれます。さあ、最後もう少し頑張りましょう。しっかり大きく動かします。はい、一回ストップしましょう。はい、では一度休憩しますね。このオールをこぐ運動というのは、ひねる運動であったり、かがむ運動が入ったり、横を向く運動が入ったりと、いろんな要素がしっかりとありますので、やはりこの腹筋、体幹ですね、ここが鍛えられるので、しっかりと大げさにでもいいので大きく動かして、最後もう一回やってみましょう。では皆さん、最後の30秒頑張りましょう。ではいきます。用意スタート。はい、では大きく漕いでいきましょう。しっかりと体全体を使って動かしていきます。さあ、この運動をすることでだんだん体がポカポカしてくるかもしれません。それはしっかりとお腹が働いている証拠です。腕だけでこうやってしまうとポカポカ出ないかもしれません。しっかり体全体で動かしていきましょう。さあ、30秒経ちました。終わりますよ。はい、戻します。はい、お疲れ様でした。以上でこの体幹の運動ですね、終わりたいと思います。では皆さん、お疲れ様でした。今回ですね、体幹をしっかり鍛えてバランスを良くするというテーマの体操をやらせていただきました。まずですね、体がカチカチに硬いと、そもそもバランスを取ろうにも体がこわばってしまって、うまく筋肉が働かなくなってしまいますので、柔軟体操をしっかりやって、そしてしなやかな筋肉になってからハードなトレーニングを行いました。しっかりとバランスを取るためには、やはりグラグラしないためのお腹周り、その体幹ですね、その筋肉が必要になります。その筋肉が衰えてしまうからバランスを崩しやすくなってしまう。なので、この筋肉をしっかり鍛えることで、いつまでもバランスがしっかり取れる、安定感のある、ね、姿勢を身につけていきましょう。この予防体操をすることで、皆さんが転倒や骨折など大きな怪我をしないような体づくりをサポートできたらとても嬉しいです。もしよろしければ、ご自身でも行ってみてください。それでは今日の予防体操はこれで終わりたいと思います。皆さん、大変な運動だったと思いますが、お疲れ様でした。ありがとうございました。